11レース準決勝2着で決勝へ立ち上がりました埼玉113期の森田優也選手です。よろしくお願いします。お願いします。準決勝はどういった作戦でおしゃれたでしょうか。もう並んだ順で順番通り行こうと思ってました。まず霧に行かれたと思うんですけども、そこで、松井選手は、短期で逃げる形になって、バンドに入られたと思うんですけども、そのあたりどうでしたか。そうですね、もう自分のタイミングで行こうと思ってました。新田選手が来てるっていうのは分かって、ちょっと分かんなくて、はい、もう自分のタイミングで、あったっていう感じですね。松井選手の番手にはまったことで、ある程度足には余裕が ありましたか。いや、余裕はないです。はい、あとは平原さんのことを信じて、そうですね、平原さんが牽制してくれてるのはなんとなく分かったんで、まあ自分は自分でやることだったんで、はい。最後、慎太郎さんが、割ってきたと思うんですけども、そこに関してはどうですか。寸前で平原さんが声かけてくれて、受けながらっていう感じですね。明日決勝へ勝ち上がられまして、この後も12レースがあるのでまだ分かりませんけども、これも関東が3勝ということで、この後も上がってくるんじゃないかと思いますけども、意気込みをよろしくお願いします。出てしっかり戦いたいと思います。